ま、沖縄で好きになった子が方言がすぎて辛すぎるっていうこの漫画なんですけど、まあこれあの、まあ、主人公はこのキャンさんっていう女の子が好きで、あの、でもこのキャンさんがもう方言すぎて、方言がすごすぎて何喋ってるかわからないのを、この主人公を好きになってヒガさんっていう子が、あの、通訳してくれるっていう漫画なんですけど、 まああの、これ別に、あの方言以外に沖縄の、まあちょっと沖縄あるありだったり、沖縄のマイナーな話だったりとかを、まあいろいろ教えてくれるんで、この帯にも書いてるけど、あの累計で10万部売れてるそうです。で、あの、 まあ、この3巻では、まあ、方言を聞き取る、聞き取ることができても喋れない子供が多いとか、まあ、マングースが、まあ、増えすぎて、ヤンバルクイネがの危機の話だったり、まあ、あと、ハブを1匹3000円で買い取ってくれるっていう話出てるんですけど、まあ、これ、2012年まではもう3000円で買い取ってくれたんですけど、今現在は、例えば、ギノザ役場だったら、もう4月1日から先着100匹までだそうです。 までは3000円で買ってくれるけど、それ以降はちょっとあの予算の都合で買ってくれないとか、昔ほどまあ買ってくれないですね。まあ、ただまあ別に技能税役場以外にもあの、1匹3000円で、まあ、100匹限定で買ってくれる役場他にもいくつかあったと思うので、まあ探せば買ってくれるとは思うんですけど、ただちょっとあのー、まあ、 ギノザ役場に関してはゴールデンウィーク終わった、終わって、ちょっとしたらもうこの100匹のやつも埋まってしまうので、あまりおすすめはできません。あと、まあ、スナックパインとか、島バナの話題とかありますけど、まあ、スナックパインは、あの、まあ、そういう、お土産店で買うと、まあ、800円とか、1000円とかしちゃいますけど、もしドライブで、あの元、元あの、 東村まで行くことがあれば、形が悪いやつで良ければ、あの、まあ、路上、路上で100円で売ってることもあります。まあ、あの、そこまでしなくても、まあ、なんか2キュッパとか3キュッパとかでそういう、まあ、ファーマーズみたいなところで買うのも、そこだったら形はいいですし、そこからあの、あの、空輸で、まあ、なんか家に、家とか友達のところに送ったりもできるので、まあ、そっちの方がおすすめですね。まあ、あとは、ま、危険な動物、まあ、クラゲに刺されたら、 オスオスをかけるといいですとか、まあそういうことも教えてくれます。他にもこの本は、バンされない、されるかもしれない。パッてしか見せられないですけど、こんな風に中にも、まあ沖縄のしりとりって、あの、うーがついても、あの、こんな風にうーから始まる言葉があるので、まあ続けられるっていうこともわかります。